3月29日。さあ、昨晩はね、カレンちゃんと一緒に星を見に行きましたけど。ん？今日は何もしないでおこう。なぜかそう決めてしまった。たまにはゆっくり考えてみたい。僕と妹たちのことを。何いきなり黄昏れてんだ、お兄ちゃん。僕とカレンのことを。お？なんか感傷的な感じだな。こんな始まり方？僕は彼女のために何をしてあげられるのか、この春休みにどんな素敵な思い出を残してあげられるのか。ゆっくり考えてみたい。たまにはそんな時間も必要だよね。うん。え、終わり？それだけ？今日？あ、メールが来てる？来てねえ。うわ、3月29日。何にもなかった今日。うん。マリエちゃんからも来てないしな。じゃあ寝ます。うわ、何にもなかった。びっくりした。3月30日です。うん。一日考えて、今日はどうなる？うん、いい天気だし、なんかいい一日になりそうな感じ。さっさと起きるとするかって、昨日は一体何だった？は？結局、昨日一日ずっと考えっぱなしだった。どうしてカレンがあんなに思い詰めていたのか。お兄ちゃんとずっと一緒にいられますようにって。僕はいつもカレンの近くにいるつもりなんだけど。てんてんてん。どうしてカレンは泣いていたのだろう。一体何が足りないんだろう。ずっとそんなことを考えて気がついたら月曜日は終わっていた。ね、昨日2分ぐらいしかなかったよ。ひょっとしたらカレンが待っていたかもしれない。2分もなかったな。でもなんとなくカレンに会いづらいという気持ちもあって、そのまま時間だけが過ぎ去ってしまった。カレンのことが気がかりにならない。カレンに会って泣いていた理由を聞かなければ。1日空けちゃったけど大丈夫かな。カレンに会おうと思ってショッピングモールへと足を伸ばしたら、カレンち行けよ。じゃあどこにもいない。やっぱり昨日来なかったの怒ってる？仕方ない。もうちょっと探してみよう。カレンが行きそうなところ？どこだ？やれやれ、なんか兄としては情けない限り、ほんとだよ。ここでこそね、お兄ちゃんのストーカースキルを発揮してくださいよ。とにかくできる限り探して。お！なんかカランコロンって出てきましたね。お兄ちゃん！カレンちゃん！びっくりした。うん、何してるのお兄ちゃん。お兄ちゃん何もしてね。昨日から何もしてね。そうだったの。うん、ここはちゃんとカレンを探しに来たと言うべきなんだろうけど、面と向かって言うのも気恥ずかしい。ああ、もうだからお兄ちゃんが恋しちゃってるんだな。お兄ちゃんが今どうしてるかなって、多分考えてたところなの。気づいてないでしょ。まったくもう、こうやってまたお二人なんですから、お兄ちゃんに会えるなんて。やっぱりカレンとお兄ちゃんの間には不思議な力が働いてるのかな。まだ近くのお名前するの見たいわ、カレンちゃんの。カレンは何をしていたの？はい、ちょっとこのお店に用があって。カランコローンっつってたけど。アンティークのお店です。アンティーク、はあ、なんかおしゃれさんだね、はい、ちょっと直してもらってたものがあって。直してもらって、そういうことか、うん、それを受け取りに。なんだろう、うん、昨日はごめんね。いや、謝るのもおかしいでしょ。ここに来れなかったから。お母さんとお買い物に行ってたから。なんか卑屈だな。お兄ちゃん卑屈だな。お兄ちゃんに会えるかなって期待はしてたんだけど。うん、ごめんね。ううん、お兄ちゃんが謝ることないですよ。うん、俺もそう思う。だって今日はこうしてお兄ちゃんに会えたんだもの。カレンはそれだけで十分です。いい子だね、カレンちゃんは。本当にいつもいつも。毎回毎回ね。結局何も買わなかったんです。気に入ったものがなくて。うんうん、そう、なんとなくいつもみたいに会話が弾まない。あの星空の下で、カレンの花の星空の下で見せたカレンの涙が気になっているかもしれない。カレンはどうなの？あの、お兄ちゃん、お兄ちゃん気になってしょうがないんだ、あの時のこと。よかったら公園に行きましょう。おお、ほうほう、公園。はい、今日はお天気もいいし、ちょっとお話ししたいなって。
おいいじゃないですか。もちろんいいよ。じゃあ行こう。はい。はあ。あそこにベンチが。いい雰囲気だ。一緒に座りましょう、お兄ちゃん。はい。カレンは笑顔なんだけど、どっか声に寂しさを感じる。なんなんだろう。やっぱり何が気にしてるのかな。ああ、もうこれ寂しさを感じるわ。いつものカレンならニコニコしてるのに、今日は元気がない。ここはやっぱり勇気を持って僕が聞くしかないのかな。ねえカレン。はい。この間の夜のことなんだけど、どうしても気になっちゃって。言いにくければいいんだけど、もしよかったらあの涙の訳を。吐息がセクシーだな。カレン、お兄ちゃんにすごく心配かけちゃいました。ごめんなさい。いや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 、謝らなくていいんだけど。あのね、あれ、お兄ちゃん、 BGM ストップですよ。なんだなんだこれ。ん、オルゴール。うん、オルゴール。お、なになに、歌ってる。なになに、何の曲これ。カレンちゃん歌ってたね今。また歌ってる。かわいい。カレン、お兄ちゃん覚えてますか。何の曲なのこれ。何のことだろう。でもそうやって聞くからには何か共通の思い出がある。カレンと僕の共通の思い出、オルゴール。なんだろう、わかんねえのかよ。思い出せない？ごめんね。きっと彼にとって大切、とても大切なことなんだよね。うん。なんかまた子供の時なんたらかんたらみたいなことかな。だってこのオルゴールは、うん、カレンがちっちゃい頃、あ、やっぱりお兄ちゃんがくれたものなんだもん。そういう感じか。またそういえばなんとなく見覚えがあるような気がする。あれは僕たちが本当にまだ小さくて一緒に暮らしていた頃のこと。両親が出かけて寂しがる彼に僕があげたんだっけ。カレンが泣き止んでくれればいいな。確かそう思った覚えがある。もうカレンの笑顔が見たかったから。ああ、それをアンティーク屋に直しに行ってたんだ。思い出してくれましたか。うん。ごめんよ、すぐに思い出せなくて。うん、お兄ちゃんが思い出してくれて、カレンとても嬉しい。懐かしいね。懐かしいねって本当に思い出してる。あの頃は本当に楽しかったな。お兄ちゃん、カレンと毎日遊んでくれたの。回想入りそうなパターンだなこれ。一緒にブランコに乗ったり、かくれんぼしたり、たくさんたくさんお兄ちゃんは遊んでくれた。そもそもなんでお兄ちゃんは家出たのかって、すごく幸せだったな。いまだに謎です。もうご飯を食べるのも、お風呂に入るのも、え、お風呂？夜眠る時だって。おいおいおい、過激なことしてんな。あの頃はずっとずっと一緒だったのに。また情緒不安定な感じになってる。あの頃はいつも一緒だった。それが当たり前だった。疑うことすらバカバカしいくらい一緒にいることが自然だった。でも僕はこのオルゴールはね、彼にとってすごく大切なものなの。ほう。一緒にいられた頃の思い出だから。うん、お兄ちゃんとの大切な思い出だから。これはカレンの宝物なの。うん、離れることになった時はすごく寂しかった。カレン寂しかった。ずっと一緒にいられると思ってたのに、お兄ちゃんと離れるなんて考えてもみなかった。みんなそう言うね。信じられなかった。みんなそう言うのね。だって妹たちね、お兄ちゃんは絶対いなくなるわけなかったんだもん。なんで家出たんだお兄ちゃんだから。これあの時お祈りしたんだもん。お、また出たお祈り。だからいなくなるはずなかったのに。うん、このオルゴールをもらったとき、うん、お兄ちゃん
あの時彼に教えてくれたの。え、なんだろう。この曲は星に祈りよって曲だよ。星に祈りよ。だからこのオルゴールにお祈りすればどんなお願いでも叶うんだよ。そう、星に願いを教えてくれたの。確かにそんなこと言ったような気がする。だからカレン、お祈りしました。うん、どんな。お兄ちゃんとずっと一緒にいられますようにって。今回のカレンちゃんはこの星とお祈りっていうのがテーマなんだな。カレンちゃんの春は、このオルゴールを持ってればずっとお兄ちゃんと一緒にいられるって、そう思ってた。でも、あー泣いちゃった。叶わなかったの。おいおいおい、でも近くに住んでんだから、カレンちゃん泣かないで。だから今度はカレン一人じゃなくて、お兄ちゃんと一緒に本当のお星様にお祈りがしたかったの。あー、そういうことだったんだ。そうすれば、そうすればきっと、それであの夜はね、きっと叶うと思ったから。うん、泣いちゃってたんだね。うん。そんな、別に外国にいたりするわけじゃないんだからさ、カレンちゃん。でも一緒に暮らしてないってことは、うわ、大きいのかな、カレンちゃんにとって。ありがとう、お兄ちゃん。ごめんなさい、ハンカチ汚れちゃった。いやいや、逆にプレミアムですよ。プレミアムハンカチですよ。お兄ちゃん。なんだい、今度こそカレンのお願い叶うかな。うん、もちろんさ。本当？ああ、本当だよ。うん。カレン信じていいよね。心配しなくてもいいよ、カレン。うん、今こうして毎日お兄ちゃんと一緒に会ってるの。そうっすよ、春休みほぼほぼ昨日以外毎日会ってんじゃねえのかな。カレンって贅沢かな。うん、カレン無理して笑顔を作ってる。きっと僕に心配かけまいとしてるんだ。本当にいじらしい。星空のデートの意味が彼にとってそんなに大切なものだったなんて、こんなに僕を必要としてくれているなんて、僕は彼にどうしてあげればいいんだろう。僕は彼に何をしてあげられるんだろう。ごめんね、彼。え？なんだか彼のこと今まできちんと見てあげてなくて、彼がそんなに。ううん、彼はお兄ちゃんがそばにいてくれるだけで、うん、それだけで十分。いやいや、十分じゃなかったから泣いてたやんけ。だから今泣いてたやんけ、カレンちゃん。お兄ちゃん、悲しい BGM がかかっておりますよ。ごめんなさい。あ、いやいや、でもなんかこの子が言うと全部こう、やっぱ本当いじらしいからずるいな。うん、お兄ちゃん、お話聞いてくれてどうもありがとう。カホだったらズタボロに叩いてるところだよ。もう、カレン、これからもお兄ちゃんといつも一緒にいられるといいな。もちろんだよ、僕はカレンと一緒にいるよ、いつもね。お兄ちゃん。じゃ、ポケットカレンちゃんになってもらおうじゃ。ありがとう。ポケットにずっと入れとこう。お兄ちゃん、あ、大好き。あ、出た。いいな、悲しい BGM をバックに言う大好きもいいな。じゃあカレン、これからピアノのレッスンがあるので帰りますね。レッスン、それじゃあさようなら、お兄ちゃん。カレンちゃんといえばピアノだからな。カレン、そんなに僕のことを考えていたなんて。僕だって一緒にいられなくなった時寂しかった。その気持ちはカレンと同じなんだけど、僕の気持ちよりもずっとずっとカレンは寂しかったんだよな。もっと早く気がついてあげればよかった。これからはもっと頑張ろう。頑張ろうってのもおかしいけどな。あよくわかんない一日でしたね。はい、じゃあ今日はもう何、なんか小説読んで寝るって。本日のメールチェキ、はい、来てない。よし、来てない。
じゃあおやすみなさい。3月31日、あ、もう3月終わりか。あらあらあら。あ、でも4月1日とかになったら、もしかしてエイプリルフールイベントがあるんじゃないですか。あ、これちょっと楽しみだな、明日。うん。その前に今日は一体何があるのかね。今日は会えるのかな。街の方に出てみよう。またショッピングモール行くのかな。なんとなく行けば彼に会えるような気がする。はあはあ。行ってみましょう、じゃあ。やっぱこう、笑顔のカレンちゃんに会いたいな。昨日のことは気になる。今日どんな顔をして彼に会えばいいのだろう。やっぱり笑顔かな。そうだ、お兄ちゃんも笑顔でいてあげないと。誰かを、あ、ピンポン来た。誰かを笑わせるには自分が笑顔でいないといけないんですよ、本当に。どうせカレンちゃんだと思うけど。あれ？お兄ちゃん？やっぱり。カレン。あ、カレンちゃん？こんにちは。かわいい。いやー、カレン、こんにちはってなんかたどたどしいな。カレンが訪ねてくるなんて、どうしたの？あの、これ。え？なになに？綺麗にラッピングされた何かのプレゼント？ううん、違います。うん。昨日お借りしたハンカチを返しに。すっかり忘れてたわ、ハンカチ。そういえば、わざわざ持ってきてくれたの？はい。そのままじゃいい子だ、ね、ちょっと寂しいなって思ったから、うん、包装紙に包んだの。いいよ、そこまでしないで、ハンカチ貸したぐらい。そうか、かわいいね、ありがとう。お礼を言うのはカレンの方、うん、お兄ちゃんありがとうございました。できればね、洗濯しないで返してほしいんですけどね。このハンカチのおかげでカレン落ち着けました、うん、お兄ちゃんの優しさに包まれたから。よくわかんないっすけど、まあハンカチでそれだけ喜んでもらえるならよかったよ。上がってお茶でも飲んでいく？はい。でも。でも？何か予定が？うん。ごめんなさい。予定？なんだろう。でももしよかったらちょっとお散歩しましょう。うん。いいよ、天気もいいし出かけようか。ありがとう、お兄ちゃん。うんうん。いいね。桜が。水がキラキラ光って。あ、水の方？桜じゃねえんだね。川の中にも魚もいるかもしれないね。カレン、川の中のお魚、まだ見たことないの。ほんと、お兄ちゃん、今度見に行こうか。どこに？また一つ、お兄ちゃんとの約束ができちゃった。うん。そうだね。カレン、本当に嬉しい。釣り行くのかな、カレンちゃん。お兄ちゃんとの約束が増えるたびに。できなそうだな、釣りとか。またお兄ちゃんと会えるって。むしろこっちがガンガン釣られてるけどな、カレンちゃんに。いつもそう思って嬉しくなるの。僕もカレンとの約束が増えていくのは嬉しいよ。でもたくさん約束しすぎて、お兄ちゃんにご迷惑をかけたら。そんなことないですよ。気にすることはないよ。ごめんなさい、お兄ちゃん。なんかやっぱ最近弱気だね、カレンちゃん。謝ることないって。カレン、時々不安になっちゃうの。本当にごめんなさい。うん。それから、昨日のことも。昨日？はい。急に泣いたりして。いや、最近いつもだよ。最近カレンちゃんいつも泣いてるよ。なんだか急に寂しくなっちゃって。うん。あの時だって、お兄ちゃんはカレンのそばにいてくれたのに。変ですね、うん、変だよ。お兄ちゃんに心配かけちゃった。変だよ、情緒不安定。ごめんなさい。やっぱ春の乙女はいろいろ考えるのね。カレンこそ平気？もう大丈夫。よかった、やっぱり笑っているカレンが一番可愛いからね。ああ、いいこと言った、お兄ちゃん。そんな、お兄ちゃん、うん、カレン恥ずかしい。ありがとう。いいね、お兄ちゃん。この感じね。でもよかった。お兄ちゃんのお顔を見たら、うん、なんか気分もすっきりしちゃった。おお、そうですか。お役に立てて何よりだよ。じゃあお兄ちゃん、今日はこれで。あ、なんか予定あるって言ってたもんね。うん。この後、お母さんにお手伝いを頼まれてて。お手伝い？カレンは頼りにされてるからね。照れ
ちゃうな。じゃあお手伝い頑張ってね。はい、お兄ちゃん。それじゃあまた。はい、またね。今回は別にうちでもよかったんじゃねえかな。河原まで来なくても。違う、そういうことじゃないんだよね。きっと河原に来るっていう、そういうロマンチックなところがいいんだよ。妹たちはきっとそういうところがお兄ちゃん好きなんだろうな。おやすみ、おんぶ。はい。本日のメールチェキ、やっぱり来てないチェキ。おやすみ。あ、3月終わり。あ、4月1日。今日はなんか、面白いことが起こってほしいですね。窓の向こう、雲が流れる。春の空をゆったりと流れていく。僕はただそれを眺めているだけ。朝からずっとその調子だ。病気かよ。大丈夫かよ、お前。朝起きた時にふと空を眺めたのが始まりだった。一日ぐらい何もしない日があってもいいじゃないか？え？これ何もないパターン、今日。頭に浮かんでくるのは大切な妹のこと。どうしても彼のことばかり考えてしまう。僕はこれからの春休みを二人でどうやって過ごしていくのか。結論は出ないと思うけど、それを考える時間も必要だと思う。流れる雲を眺めながら。え？うわぁ、終わったよ。エイプリルフールはなんかやってほしいな。見たかったんだけどな、カレンちゃんの嘘とか。本当は妹じゃないんですって。まあそれは本当なのかもしんないけどね。じゃあもう今日寝ますよ。4月2日。なんかすごいトントン拍子にね、ペース速くなってきましたね。もう終盤ってことなのかな、じゃあ。ね、ほんと最近ちょっとこう、物語的にね、シリアスな感じになってきてるから。そろそろね、こうカレンちゃんのモノマネレパートリーをね、モノマネメドレーを見たいですよね、カレンちゃんのね。また来ちゃったよ、これ。うまくカレンに会えるといいんだけどって。向こうでショーウィンドウを覗き込んでいるのはカレンだ、間違いない。でもなんだろう、随分真剣に見ている。いやーカレン、あ、お兄ちゃん、一日ぶり、会えて嬉しいよ。カレンも嬉しい、お兄ちゃんに会えるなんて。お兄ちゃんもお散歩？お兄ちゃんも、お兄ちゃん、カレン探しの旅だよね、毎日、本当に。本当？お兄ちゃん。だから会えてよかったよ。なんかもう待ち合わせたらいいじゃん、もう。お兄ちゃんがそんな風に彼を探してくれたなんて。で、だいたい毎回ここにいるの？カレンちゃんね。ここにいれば会えんだね。カレンもね。お兄ちゃんに会えたらいいなって思ってたところなの。やっぱりお兄ちゃんとは気持ちが通じ合っちゃってるのね。お、どうしたどうした。そうだと嬉しいな。これはもう間違いなし。これかわいいね、間違いなし。じゃあ今のカレンの心を覗いてみようかな。え？え？えだね、これはね。カレンはすごく興味があるんだよね、このお店に。どうしてわかっちゃったの。なになにこれ。あれだけ真剣に覗き込んでいればすぐにわかるよ。そっか。やっぱカレンちゃんとはこういうアホっぽい会話してる方がいいな。で、何を見てたの。あれを見ていたんです。なになに、どれ。あの赤いリボン。赤いリボンしてっけどね。あの赤い絨毯みたいな。お兄ちゃんたら、あれベルベットっていうの。ベルベット、そういう名前なんだ。あのリボン、さくらんぼみたいな色ですごく可愛らしくて。本当だ、なんか彼に似合いそうだ。え、お兄ちゃんもそう思う。きっと似合うと思うよ。やっぱりカレンもそう思って。それで見てたんだ。すごく可愛いんだもん、だから買ってってことは。金払えってことかな。これが欲しいのかい。え、違うの。でも
うつむいちゃった。彼もじもじしてる。欲しいけど自分から言い出せない。ひょっとしたら遠慮してるのかも。もし気に入ったんだったら僕が買ってあげるよ。お、さすがお兄ちゃん。本当？カレンが本当に欲しいならね。でもお兄ちゃんにはいつも甘えちゃってるから。いやいや、もっと甘えてほしいよね。妹が甘えるのは普通だろう。そんなことで遠慮しなくていいんだよって。まあ妹のかどうかわかんないけど。いいの？うん、いいよ。だってカレンがすごく欲しがってるのが分かったから。わー、すごい。お兄ちゃん、カレンのこと何でもお見通しなのね。わかるわ、それぐらい。さすがカレンのお兄ちゃん、スーパーマンだからね。はい、このショーウィンドウに飾ってある、リボンでいいんだよね。うん、お兄ちゃんはどう思う？わかんねえ。お兄ちゃん見れてねえからわかんねえ。僕もカレンにはこれが似合うと思うよ。嬉しい。おう、じゃあ買ってこようね。お兄ちゃん、ありがとうございました。いえいえ、どういたしまして。このリボンでカレンがもっともっと可愛くなれるのならお安いご用さ。いくらだって買ってあげるよって。うまいこと言うな、お兄ちゃん。ありがとう。つけこましだな。お兄ちゃん、カレンちゃんキラーだ。お兄ちゃんのために。カレン、もっともっと可愛くなれるよう頑張るからね。おーおー、期待しております。もう十分可愛いっすけどね。はい。ああ。このリボンずっとずっと大切にします。おお、重い。だってお兄ちゃんが買ってくれたんだもの。そう言ってもらえると僕も嬉しいよ。カレン、今日のこと絶対忘れません。うん、お兄ちゃんも忘れないでくれると嬉しいな。どうかな、お兄ちゃんすぐ忘れちゃうからな。このリボンもお兄ちゃんとカレンの大切な思い出になるといいな。そうだね、素敵な春休みの思い出に。リボンつけてるとこ見てみたいけどね。きっとなるさ。このリボンのこと二人ずっと忘れないといいな。あ、だから重い。忘れないよ、ずっと。ありがとう、お兄ちゃん。こういうことを言いたがりなお年頃なんだろうな。ん？お兄ちゃん。うん？なんだ？どうしたの？あのね。あ。このリボン結んでほしいの。大好きっていうのが止まった。結んでほしい。綺麗に保存してるけど開けていいの？うん。じゃあ開けるよ。開けちゃうよ。やっぱりこのリボン可愛い。じゃあ結んじゃうよ。うん、ああ、カレンの髪の毛っていい匂いだなって。お前何言ってんだよ、お兄ちゃん。匂いとか嗅いでんじゃないよ、どざくさに紛れて。天使の輪みたいな。どんな例えなんだよ。この髪の毛にこのリボンすごくよく似合うだろうな。綺麗だよ。え？え？つい声出しちゃったんじゃない今。カレンの髪の毛すごく綺麗だね。なんか刻んだらしいな、お兄ちゃん。恥ずかしい、うん、これ恥ずかしいね。でも本当に綺麗だから。お兄ちゃん。お兄ちゃんだよ。カレン、ちょっとドキドキしてきちゃった、うん、変な気持ちなの。なんだ、変な気持ちってやらしいぞ。おい、お兄ちゃんにリボンを結んでもらってるだけなのに。あと、どざくさに紛れに匂い嗅いでます。なんだか、お兄ちゃん匂い嗅いでやってます。カレンちゃんの胸が苦しくて顔が熱くなってきちゃう。あら、そんなこと言われると僕までドキドキしてきちゃうよ。ごめんなさい。くんかくんかしちゃってるからね。そのままじっとしてて。はい、よし、できた。どう？うん、いや、わかんない。変わってない。でもよく似合ってるよ。本当？かわいいよ。連れて歩くのが自慢できるぐらいに。なんかお兄ちゃん本当口説きにかかってんな。セリフがいちいち。これからはずっと一緒ね、お兄ちゃん。お、なんだ急に。そうだね。カレン、このリボンほどかないで、ずっとつけたままにしちゃおう。それはどうかと思うけど、髪の毛が傷んじゃうよ。でも、これがお兄ちゃんとの新しい約束だもの。いや、そんな約束、うん、大げさなもんでもないんだけど。だってお兄ちゃんが結んでくれたんだもん。おう。カレンのこと。ん？ずっと
結んでいてね。どういう意味だよ。なんかすげえ意味深だな。約束。ああ、もちろんさ。じゃあ指切り。指切り前もしたね。うん。うん。約束がいっぱい増えていって、カレン嬉しい。ちゃんと守るよ。うん、指切りゲーマン。笑われちって。指切った。ありがとう、お兄ちゃん。はい。どういたしまして。ねえ、お兄ちゃん。ん？じゃないや。なんだい？また会ってもらってもいいですか？そんなもちろんいいですよ。毎日だって会いましょうよ。どっか行きたいとこでもあるの？あるんだな、これ。このリアクション。あったら、その時にお話しします。お？なんだなんだ？今度はどこだ？またいつものように、この場所で会えたらいいな。うん。大好きなお兄ちゃんと。うん。じゃあ、家まで送っていくよ。はい。お兄ちゃん。はあ、ああ帰ってきちゃった。なるほど、チェキほどね。乙女の春は難しいね。本日のメールチェキ。なあ、やっぱ来てない。もうこれ多分いつも来ねえな、メールな。ほんじゃま今日もお休みチェキほど。4月3日。スプリングストーリー2週間だっけ？もうそろそろ、もう終盤じゃないのかな？うん。春は季節の変わり目？おかげで体調を崩してしまいがち？おいおい、大丈夫かい？彼も体調を崩してなければいいけど。うん。でも僕は体調を崩したことを知られないようにしなくちゃ、心配させたくない。今日一日ゆっくり休んで明日笑顔で会えるようにしよう。そのパターンか。何もないパターン。あ、終わりだ。あ、終わった。4月3日何もありませんでした。あー、じゃあもう、どんどん行こう。次行っちゃおう。4月4日です。これ何日まであるんだろう。ん？今朝はバッチリ目が覚めた。さあさあ。今日はどうなりますか？部屋の掃除をしないと、いまいち気が乗らない。散歩に行くと、自然と彼に会っちゃう。やはりどこかカレンと通じ合っているところがあるのかなっつうか、もうカレンちゃん目当てに散歩してるようなもんだからね。カレン散歩ですよ、もう。向こうから入ってくるのはカレン、やっぱりね。お兄ちゃん。かわいい。やっぱりカレンだと思ったよ。カレンも。うん、特にマスイスで待ち合わせしたわけじゃないのにこうしゃるなんてすごいよね。かわいい。ほんと。カレンちゃん。カレンとお兄ちゃん。やっぱりすごく気が合うみたい。カレン、とってもとっても嬉しいな。そうだね、僕も嬉しいよ。でもそろそろ僕は帰らないと、部屋の掃除をしないといけないんだ。なんだよそれ。お掃除だったらカレンがします。ちょっとそれは大丈夫か。カレンにそんなことさせられないよ。どうして？いやだってね、いろいろまずいよ、見られたら。カレンに見られると恥ずかしい。無理を言っちゃって、うわ、すんげえ。ごめんなさい。すんごい音量小さくなっちゃった。そんなことないよ。その少し手伝ってもらおうかな。じゃあね。本当？お兄ちゃんのお部屋に行ってもいいの？うん、ただ漁っちゃダメよ。いろいろ出てきちゃうからね。わあ、嬉しい。お兄ちゃんのお家久しぶり。この前も来てたけどね。部屋まで行くのは久しぶりってことが。お兄ちゃんのお家まで手をつないで行ってもいい？なんでだよ。だけど、まあでも可愛いから、よし。ありがとう、お兄ちゃん。でん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 。なんか最近カネちゃん鼻歌よく歌うよね。この鼻歌あれかな、この前のオルゴールの曲かな。どうだろう、ちょっとわかんないけど。なんつったっけ、星に願いをじゃなくて、なんかそんな感じの曲名だったよね。ついちゃった。じゃあちょっと待っててね、すぐに片付けるから。カレンも手伝う。片付けるからっつってね。大丈夫だからちょっと待っててくれる？はい、お兄ちゃん。うん。そんなに散らかってんの、お兄ちゃんち。お邪魔します。うん。なんかご機嫌だね、カレンちゃん。なんとか見れるぐらいには片付けたんだけどね。すごく綺麗。うん、綺麗だよね。必死で片付けたからね。ごめんなさい。
急に押しかけちゃったから。気にしなくていいよ。カレン、お兄ちゃんのご迷惑も考えないで。うん、何言ってるんだい。カレンなら大歓迎だよ。本当？よかった、うん、カレン、なんだか今日はお兄ちゃんのお部屋でお話ししたくなっちゃって。果たしてお話だけで済むかな。カレンのわがままを聞いてくれてどうだかね。お兄ちゃん、下水な、本当にありがとう。どういたしまして。お兄ちゃんのお部屋なんだかカレン、ドキドキしちゃう。おいおいおい、なんとなく僕まで緊張してくるよ。あれ、何このウブな会話。この香り、ポプラの？ポプラ、それはきっとほらサイドボードの上にあるだろう。あ、これカレンがあげたマスコットだ。前ポケットに入れてたやつかな。大事に飾ってくれてるんだ。うんうん、カレン、え、そこはって何？え、ああ、ああ、ドサドサドサって言ったよ。あちゃ、本のなだれが起きちゃった。エッチな本とか出てきちゃうんじゃねえのこれ。しかもそれが妹ものだったりしてね。絶対絶命ですよ、そしたら。ごめんなさい。いいよ、僕がここに詰め込んだのが悪いんだよ。カレンは気にすることはないよ。ありがとう、お兄ちゃん。あ、この本、うん、なになに、宮沢賢治の詩集だ。そんなもん持ってんの。そんなもんって言っちゃあれだけど、なんかお兄ちゃんのイメージと違うな。よく知ってるね。詩集とか持ってんだ。あ、でも買っただけで実は読んでない。なんで買ったんだよ。宮沢賢治って星がすごく好きなんですよね。あ、また星が出てきた。銀河鉄道の夜みたいなお話もあるし。 あれ銀河鉄道の夜って宮沢賢治なんだ。うんうん、カムファネルラでしょ。うん、広い空のお星様を見ていると本当にお願いが叶いそうな気がするから。うん、そうだね。それからね、お兄ちゃん、ん、宮沢賢治はすごく妹思いだったんです。本当に、これ本当の話？お兄ちゃんみたい。ついに宮沢賢治に例えられたよ。お兄ちゃんすげえな。うん、彼のことはいつも大切に思っているからね。本当？本当だよ。これからはケンジって呼んでくれ。ありがとう、お兄ちゃん。さてと、どうしようか。カレンね、お兄ちゃんとしたいことがあるの。ん？なになに？こんな部屋に二人っきりで。ん？ミルクパズル？はい。ミルクパズルって何？これまだやったことないんだよね。はい。だから、力を合わせてやってみたいなって思って。ミルクパズルって何？そうだね、一人でするよりも楽しいもんね。ミルクパズルって何？はい。ごめん、なんか俺が理解できてないだけかな。いきなり難しい。お兄ちゃん、このピース、普通のジグゾーパズルみたいなこと？こっちのような気がするぞ。あれ？なかなかうまくはまらない。うん。あれ？あれ？おかしいな。角度が悪いのかな。ダメだよ、無理やり入れたりしちゃ、うん、ちょっとずらせばうまく入ると思うの。よいしょ。なんかこのセリフも俺いやらしく思えてきちゃうな。無理じゃないお兄ちゃん、面白いな。無理じゃない。ううん、きっと入る。いやだから、ほら入っちゃった。やらしいんだよ。セリフがエロスなんだよ、カレンちゃん。本当だ、ぴったりだ。でしょ？でしょじゃない、かわいいけどさ。さすがカレンだね、僕だったら諦めちゃうよ。無理やり入れちゃったよ。お兄ちゃん、カレンちゃんが無理やり入れちゃったよ。もう絶対今のセリフ言わしたいがためのパズルだったろ、今のイベント。いやらしいな、これはもう。もうこんな時間だよ、カレン。もう夕方だから。いつの間にそんな時間に。うん、無理やり入れてるからだよ。パズルに夢中だったからね。お兄ちゃんと一緒だったから時間の経つのも忘れちゃった。おお、結構遅い時間になっちゃった。カレン、ここに今日は泊まっていていいですか？マジっすか、そんな急に。お願い、お兄ちゃん。いや、ここはもう行きましょうよ。分かったよ、今日だけ特別だよ。おお、
やった。わー、ありがとうございます。来ましたよ。ここに来てお泊まりイベント。あ、夜になってフェードアウト。寝つけない。そりゃ寝つけないよ、隣にカレンちゃんいたら。え？なに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 ？ポロロロローンが流れちゃった。ドアが開いたような気がしたけど。お兄ちゃん。カレン。おー、なになになに、びっくりした。かわいい。眠ったんじゃなかったの？布団に潜り込んできたってことかな。ごめんなさい、起こしちゃって。うわー、かわいいな、こんな枕抱いちゃって。いや、いいけど、どうしたの、眠れないの？カレン、やっぱり、うん、やっぱり一緒に眠っちゃダメ？えひひ一緒に眠っちゃうんですか？そしたら無理やり入れちゃう。え、あ、曲が、挿入歌があるんだ。カレン、お兄ちゃんとどんな時も無理やり入れちゃうとか言ってる場合じゃねえな。ずっと一緒にいたいの。小さい頃はずっと一緒だったのに、どんどんお兄ちゃんと過ごす時間は少なくなっていっちゃう。一緒に寝ることも、一緒のお家で暮らすことも、どんどんできなくなっちゃう。カレン、そんなの嫌なの。時計の針が進むことで、カレンが大きくなることで、時間が経つことで、お兄ちゃんと一緒にいられなくなっちゃうのなら、このまま時間を止めてしまいたい。ううん、時計の針を戻してほしいです。ずっと一緒にいられたあの頃に、お兄ちゃんと過ごしたあの頃に、カレン、僕はいつもカレンと一緒にいるよ。あ、すごい時間余っちゃった。カレンのそばにお兄ちゃんがいる。なんかすげえいい曲だった。歌入りではないけど、いい曲だったね。ピアノね、カレンちゃんといえばやっぱピアノだしな。ずっと綺麗な曲でしたね。なんか感動しちゃった。一緒にいられるかな。うん、当たり前じゃないか。これからも一緒にいられる、うん、何回この会話すんだよ、カレンちゃん。ずっとそう言ってるよ。大丈夫だよ、本当だよ。カレンは心配性だな。だって前は、あ、カレンのお願い、そのオルゴールの時のこと届かなかったから、うん、お兄ちゃんがどこかへ行っちゃうんじゃないかって、あ、いつもいつも心配なの。カレン、オルゴールに願いを込めたから、また曲が、お星様にもお祈りして願いを込めたから。あ、終わっちゃった曲。カレン、その思い出のオルゴールの、お兄ちゃんのそばにいたいの。カレンのまっすぐな瞳が暗闇で輝いてすごく綺麗に見える。まるで夜空の星みたいに。大好きなお兄ちゃんのそばにいたいの。これクライマックスじゃないですか、カレン。ん？4月5日。おお、この流れで一泊する感じだ。あ、これで終わりかな。じゃあ、お兄ちゃん、お兄ちゃん、カレンちゃん。おお、鳥。もう朝か。朝チュンですね。おはよう、お兄ちゃん。あ、いいな、モーニングカレンちゃん。モーニングカレンちゃん、カレンちゃんにおはようって言われて。おはようございます。おはようございます。そっか、昨日はカレンが泊まってたんだっけ。
おはようカレン。朝の紅茶入ってます。結局一緒寝ちゃったのかな。ありがとうカレン、今行くよ。はい、うん、昨日のことが嘘みたいに今日はいつもの笑顔なんだ。まさかあんな風にカレンに尋ねられるなんて思ってもみなかった。いつか答えを出さなければいけないと分かっていた。だから僕は、お兄ちゃん。お兄ちゃんだよ。いやカレンは待たせ。今日はねカレンが朝ごはん作ったの。おー、いいっすね。すごいじゃないか。頑張っちゃった、うん、すごく美味しそうだ。だってお兄ちゃんのために作ったんだもん。いいな、朝からカレンちゃん。カレンのありったけの心を込めて。カレンちゃんがすげえ寝起き悪かったりしたらそれはそれでギャップ萌えで面白いんだけどね。朝全然起きねえカレンちゃんとかね。お兄ちゃん、あ、この曲がかかったってことは、ありがとうございました。これも終わりだ。本当にこのままカレン、すごく嬉しかった。お兄ちゃんがカレンのこと、うん、この世で一番大切な人って言ってくれるなんて。え、待って、ごめん。カレン、すごく嬉しかった。お兄ちゃんがカレンのこと、この世で一番大切な人って言ってくれるなんて言ったっけ。そんなこと言いましたっけ。すごく嬉しかった。うん。当たり前だよ、カレンは僕の一番大事な人さ。ありがとう、お兄ちゃん。カレンちゃんの妄想世界入ってないですか。なんか照れちゃうな、ははは。これからも、ずっとずっとこうして一緒にいられるかな。もちろんだよ、ずっと一緒にいよう。これからもずっと一緒に、うん、お兄ちゃんありがとう。おー、あらあら、お兄ちゃん大好き。チューしちゃったよ。やっとお星様にお祈りが届いた。お願いが叶った。カレン、そうなのかな。この時をずっと待っていたの。うん、お兄ちゃん。このままもう離さないでね。これからはずっと、うん、ずっとお兄ちゃんと一緒です。大好きな大好きなお兄ちゃんと一緒です。ずっとずっといつまでも彼のこと、この世で一番大切にしてくれる。すげえ喋んな、カレンちゃん、最後。素敵なお兄ちゃんと。うん。カレンは、いつまでも一緒です。いつまでも強調するな。お兄ちゃん。いつまでも。いつまでも強調するな。カレンのそばにいてね。ああ。大好きな。あ、お兄ちゃん。ああ、いいセリフ、最後に。大好きなお兄ちゃんで締めてくれるのよかったね。以上がカレンちゃんの春のお話でございました。はあ、なるほど、チェキホード、そういう感じか。で、結局その今までのクライマックスみたいに本当は妹じゃないのみたいな、そういう感じにはならないんだね。お兄ちゃんとしてこうずっと一緒にいるよと。うん、血はつながってるけどこの世で一番大事だよっていうね、そういう、お、なになに、わー、すげー、エンディング曲がちゃんとありますね。これは歌ありかな、どうだろう。いやー、でもな、このスプリングストーリーを締めくくるエンディング曲って考えたらちょっとジーンとくるな。あー、歌ありだ。しかもこれ声優さんだってるやつだ。あ、これちょっと聞きましょう。はい、シスタープリンセスプレミアムファンディスクスプリングストーリーエンディングテーマです。お聴きください。She's
柿の元、え、龍崎って龍崎先輩、うわやべえ、これあ、ちょっとうるさい、ごめんうわ出るんだ、ねえ幸せプリンセスでございました。あー、いい曲だったね。でこれさ、俺途中でも喋っちゃったけど驚きのあまり声が出ちゃったけど、スタッフロールのキャストのところで柿の本と龍崎がいたんだよ。龍崎って龍崎先輩のことですよね。うわー、これはちょっと楽しみだぞ今後はー、そんなんがあるんですね。なんかカレンちゃんルートなのに最後龍崎先輩に持ってかれちゃった驚きのあまり再登場あるのか。